PK666 のチャンスゾーンだとしたら6角です。おお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 、あー、これめちゃめちゃ熱い延長ステージのはずです。何が選ばれる、うわー、これは当たるか、へい、よかった、ようやくでございます。1回目の当たり、今度は、直撃修正をパスして当たりました。シングルでございます。なんかね、準備中に256分できちゃったかな。だから7揃いの、まあ、表面的に見えないけど256分の1で確かね、7揃いの抽選かなんかしてて、それをパスすると7倍になるらしいんですよ、乗せたゲームが。だから例えば40ゲームでスタートした場合は7倍だから280ゲームでしょ。最初は40ゲームしか出てこないんだけど、残りの240ゲームは終了後に出てくるらしいです。だからダブルラインで揃えて100だったら700で、最初100しか出てこないから、あと600は後から出てくる。すごい、ダブルラインで揃うこと自体がレアなので、その時に256分の1パスしてるかどうかって結構な衝撃的な確率だと思うけど、トータルすると。まずいね、頭や何も起こらない。状況は反応ありません。なんで240だったらよかったのに、なんで10だけ乗ったんだ。さあ勝ちたい。ああ、囲まれてる。どうにもならんですな。これは何だ、これは偶数設定したみたいです。やっぱこれあれだね、フリーズ引けないと話にならんのかもしれない。お隣さんはフリーズ引かないで結構出してるから、1箱ぐらいは出てるんで、まあ引かなくてもなんとかなるケースもあるんだろうけど、多くはなさそうですね。でもそれは赤い、これは勝ってくれそうな、勝ってくれないともう寝ちゃう、これ寝ちゃうよ。あー、よかった、あー、よかった。勝てない。わ、頑張ると違う導入パターン。あ、わー、これは当たりそうな導入ですね。はい、やりました。いやー、よかったよかった。271ゲーム、今日一番早いかな、当たりの感覚としては。いやー、しんどいわ。さあ、また111ゲームのチャンスゾーンの抽選がやってまいりました。当たるのか。
6で4分の1ぐらいだったと思います。211の時のチャンスゾーン当選率、6がもちろん一番いいんですけども、それでも4分の1だからな。さっき当たってますからね。あげーな。おー、いった。意外と当たる。そろそろ勝ってもいいだろう。3分の1左の3分の1だから、そろそろ勝つはずだよ。あと3ゲームしかない。何引いた。おー、はあ、あった。こういう勝ち方なのか。なるほど、すごいね。通常画面のままいきなりあんな派手な告知が入るの。さあ勝ちました。追加投資なしで乗り切った。で、勝ったうちの 20% が特化ゾーンだよ。5分の1引けてるか。あ、いった。やりました。ようやく入った。初めて入るんですけど、 90% で倒すたびに乗ってくってやつですね。まあ、そのループ率、倒す確率が 90% ということだそうです。で、これでね、お隣さんさっきこれ入ったんですけど、結構乗ってたよ。300何本乗ってたんで、多分最低保証回数とかあると思うんだよ。 2,3 回は乗るんじゃないかな。多分このあれでしょ、技の色で上乗せ期待度とかもあるんだよね。上乗せゲーム数の期待度とか、もちろんチャンス役引いたらいいんだろうし、なんか強そうだな。俺負けんじゃねえのこれ。危ない危ない。これが最低でしょ。1とかはねえだろうな、さすがに。バルタン星人ってウルトラマンの敵じゃんね。いっぱい乗るんじゃない。おお、勝つキャラってことかな。あらら、レッドキングも出てきた。負けるのか。あ、せー、復活した方がでかいっていうこと。テンペラー精神。あ、出た赤文字。ゼブラ、ゼブラってかチェッカーフラグみたいな感じですね。うわ、出た、でかい。いくつが最高なんだろう。100とかあんのかな。あ、よかったじゃない、満席した。
出ない、終わりか。22体だいぶ頑張りましたね。380ゲームでもなんかまだあるような気がするんだよ。もう終わりなのかな。なんかさっきお隣さんはこれでまだあったような、ここから戻ったような気もするな。気のせいかな。さあ気のせいでした。気のせいかどうかは分かんないけど戻んなかった。40ゲームをプラスしてってことだ。いやー報われましたね。ちょっとね、ちょっと報われました。あぶねー、ウルトラクソ動画を撮るとこでやった。危なかったね。ちょっとね、不吉なことを言うようなんですけども、前回打った時にその超降臨を引いて、600何十ゲームからスタートしたんですよ。でその600何十ゲームの間に上乗せできたゲーム数がね、50ゲームあるかどうかぐらいだった。この3連勝したらこのねバトル、途中で発生するバトル、3連勝するとそのガッツ星人と出てくるんですけど、2連勝までしかいけなかった。だからそんなにバトルが発生するわけでもないから、そこを3連勝するって結構な難関でして、600ゲームから走り始めてそれだったからね。一応400超えましたけど、まだ不安だね。まだ不安です。もちろんチャンス役の引きで全然違ってくると思うんですけどね、バトルの発生頻度とか。さあトータル枚数とトータルのゲーム数が見えないということでカメラ位置を変更しました。今までにない角度で撮られてるんでちょっと不安です。不安というか落ち着かないです。でもまあ多分動画としてはちゃんと撮れてるんだろうなと思うんですけど。お、なんだ、おー、あの揃ってないけどスイカです。早く押しすぎた。ナビが燃えてます。燃えナビ、燃えナビが出ました。青い。お、さあ強チェリーでございます。スイカ、弱い敵と戦ってくれ。ダメなのか。ちょっとこれハードル高すぎるだろう。燃えております。燃えております。お、ようやく来ました。ようやく初バトル。星というかアイスラッカー4。期待度4。スラッカーって手で持って攻撃する用でもあるんだ。ぶん投げるだけかと思ってた。負けるんだ。まだわからない。
ここで、あーやりました、このチェリーは、さあようやく1人1体倒した。お、これは乗るね。お、これはの、ああそっかそっか、ここで、上乗せすると2ゲーム間のこの7無敵ゾーンっていって2ゲームなんですけど、ここで7のカットインが発生すると必ず揃います。7が7倍になるってことだね。100、今だって105ゲームになる。残念、2ゲームだからね、ちょっと短いよ。えい、あー乗らない、乗せろよベルデモ、乗った。でまた無敵ゾーンでございます。結構長いな今回。ああ終わるか。揃わず20ゲームでございました。揃えば7倍だったはず。でもしかしたら、ループ抽選でもう1個以上バトルをトップしてるかもしれない。ここで負けるとせっかくさっき勝った1回もなしになりますからね。またゼロからになっちゃうんで。勝て、あー負けてる。3連勝なんか都市伝説だよこんなの。お、ラスト3ゲームのところでトーチェリーバトル行くのか、行かなそう。普通にファイナルバトル行っちゃったよ。だったらあのチェリー取っておいた方がよかったんじゃないかな。さあファイナルバトル一応期待の4ですが、あれこれ周り、これ期待の全然当てになってんよな本当に。お、もう一丁、あーここはジャックチェリー負けるよね。あー勝ったー、トゥガー復活した。さっきのジャックチェかな、まだ戦える、まだ戦えるよ。早すぎるだろう。ああ揃った70ゲーム。
たくさん続けていっぱい乗せときたかったよねって話だよね。目が痛い。さあまだ戦えます、まだやらせてもらえる。70ゲームじゃやっぱ何もできないね。ファイナルバトルにかけるしかない、かけるしかないけどやれるのか。おー、いいとこで引くね。チャンスでチャンスで、あ、よーし、いいとこで引いた。だが囲まれている。おい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 、うまいな。おい、ジャックチェリーだが引かないよりはいいでしょう。2回引いて負けるのかな。なことはねえだろう、なことはねえだろう、なあ、なことねえよな、ないよね。だこれで2連勝扱いでしょ一応。こういうね、多分連勝の仕方ではないと思います。これはねちょっと違うと思う。最後のその3回目を3連勝するうちの3回目をここでっていうのはあると思うけど、なかなかねファイナルバトルだけでっていうのはなかなかないと思う。意外と揃う。5ゲームでも乗せとけばね3桁になったんだよな。さあ2連勝2連勝になりました。まぐれ臭いやり方で2連勝になりました、はい、お勝てれば3連勝ですが、またあれだね、チェリー追加チャンスね、引かないと負けてる気がするから何も引かないと。あー、うまい、これは勝つだろう、きっと勝たせてくれるでしょう。はい、負けんの。あ、そうだよね、とかもう綺麗に勝ってほしいよね。初めて3連勝しました。ネクストガッツ星人バトル、まだ結構残ってる、まだ5、60ゲーム残ってるんじゃないかな。お、ベル、あ、これは多分乗るやつだな。 MB 中ベルは確か乗るんだよ。出ないな。お、乗った。20ゲーム7フラグ、7フラグ、あ、来たー、来た。これは7揃うやつだろ、光ってるもんな。そうそう、ここは7並びでたら絶対揃うんだよね。いつもこの波だったらいいの。やったー、20だから140ゲームです。こうやって勝っていくのね。
なるほど。眩しい。でもこの眩しさもね、勝者しか味わえないですから。いやー、死にかけたけど死の淵からだいぶよみがえりましたね。でガッツ星人とはいつ戦うんだ。なんかチャンス役聞いて抽選をパスしないとダメなのか。おお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 お、正気、これは発展するよね。でもラストのファイナルバトルのこと言ってるのかな。ここで発展するよってことなのかな。これっぽいな、おい。なんかそうだな、これラスト1ゲーム正気出たからね、勝つでしょ。やったー。はい、倒しました。で、この次から始まるウルトラコンボっていうのが3ゲームの ST だそうです。でその3ゲーム間で上乗せできればなのか、子役引ければなのか、したらまた3ゲームの ST に行くみたいな仕様だそうなんですが、何分初体験なのでどうなるものやら。お、取った。子役を引ければいいんだ、とりあえず。お、これもやっぱ7倍になるのかな。あ、まずいまずいまずい、すげえしょぼいので終わる。あー、危ねえ危ねえ、いいタイミングで叩いた。あ、黄色ナビ。よし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 。あ、しかもチャンス点いくつ。あ、でかい、そこそこでかい、30。まずい。ダメっぽいな。あ、ダメだ。こんなもんなの。あ、そっか、ここで、あ、そうださ、これに行くんだ。このここで7つ持ったらすごいよね。80ゲーム持ってるから7倍あったら560ゲームですよ。いや、これは熱いな。このセブンアタックは熱いぞ。あー、来た。乗せたかった、乗せて無敵ゾーンに入れたかった。揃っちゃえ揃っちゃえ。あー、青い青い青い、おい、あー、あー熱い。このセブンアタックは熱いですね、確かに。いやー、見えた今一瞬500ゲームが。いやー、なるほどね、そういう楽しさか。でそのウルトラコンボ単体っていうわけじゃない、ね、やっぱ7倍なんだね。これは囲まれるやつだな。
強く引けなかった。ああ引けずとも20、初期20はでかいね。なかなか揃いませんね。お、トーチェリー、時間じゃない、ゲーム数がもうないぞ。ホット来たかったなってやつだね、やっぱね。これもあのトーチェリーも、あ、これは囲まれるやつだ。この攻撃多すぎるだろう。終わったかな、さすがに。残念です。偶数設定の可能性がアップのパターンでした。さあ、2060枚で終了でございます。結構頑張ったけどこの数ですな。さあで、もう時間が収録、終了予定時刻を過ぎておりますので、ちょっと広角に行ってるかどうかだけ見て終わりましょう。はい、初のウルトラセブン実戦、この辺で終了とさせていただこうと思います。終わりました。おめでお疲れ様です。分かっちゃったから言っちゃった。おめでお疲れ様です。おめでお疲れ様です。30分ぐらい過ぎましたね、実戦時間。頑張りましたよ。結果は？なんで、結果は？早いな、欲しがるな。早く知りたいな。寒いから早く終わらせただけだと。結構寒いよ。めっちゃ頑張ってるよ私。今日最高気温17度とかだからね。今そんなないよね、多分ない。なのに半袖だよ。ね、でもちょっと頑張るか。なんで引っ張るの？引っ張らないで早く行って。はい、わかりました。さあ、134ウルトラな実戦になりました。投資が32,000円、1600枚なので2100枚以上流せていればとりあえずプレゼントをあげられるということですが、結果はこちら2075枚、25枚足りず、あー惜しい、プラスの475枚でした。惜しかったね。あと25枚だから、あとベルとかちょこっと揃ってれば、あ確かに、もうちょっと一息です。あと一息、4回ぐらいベル揃っても多分行ってたね。いやー惜しかったですね。なんであと25枚もったいない。もったいない。拾ってくる。拾ってくる。ちょっとあるかな。拾ったらあの犯罪なんで。あなたこの店のあれでしょ、だからイメージがある的な感じでしょ。犯罪に加担するか。それダメだ。そんなことしてダメだよ。みんなダメだよ。そうだよ、拾っちゃダメだよ。ダメで、昔いたけどね。そうなの、うん、友達のお父さんが拾ってた。友達ってか同級生で、ね、同じ学年の。嘘、うん、それで生計立ったのか分かんないけど。それやばいよ。まあ、それを黙認してて、やっぱ俺はね淘汰されてて、今もさらちですよ。牛丼屋だったからダメですよ、拾ったら、はい。ということで、いや大逆転劇を演じたんですけども、うん、プラス500枚にはいかなかった。475枚、結構ね頑張ったよ、うん、最初もずっと、もう当たっても100枚ぐらい、うん、100枚って言われてもよく分かんないかもしれないけど、もうほんとこれぐらいですよ、当たって、うん、投資はこれぐらい使って出てくるのがこれぐらいみたいのをずっと繰り返して、いやもう今日ダメかねみたいなこと言ったら、最後の当たりが
結構いい、その価値があるものというか、結構出玉につながるものを引けて、そこから、まあ、なんかこう頑張って頑張ってやりくりして今回の結果なので、まあ、いわゆるワンチャンですよ。おー、ワンチャンで何とかしました。さすが引きが違いますね。あ、やりましたね、ただあの僕が一番見せたかったものが見せられなかったので、そこがね悔しいね。次もう一回ぐらいしたいね。ぜひ引きたい、超高齢引きたいです。ぜひ7倍にしてドカンと大丈夫、鳥肌立ってない大丈夫もう元気で頑張る、乗り切る、若さで乗り切る、若さで乗り切る、そんな甘くねえだろ、若い無理やり締めたね、というわけで今回は、残念ながらプレゼントの方はなしということになりましたんで、次回以降ね、またちょっとそちら目指して頑張りたいと思います。さあ、ここでプレゼント当選者の発表でございます。イエーイ。くしくもというか計らずもというか、こちらで実践した番長3の回、1500枚以上取ったんでプラスが、ABC と全部のプレゼントを皆様に、差し上げられるということで、またここでね発表できるというのもなんかの縁かなと思うんですけども、総数が現時点10月の15日時点で126名の方が応募してくれたそうです。すごい、 ABC 合わせてね。ただこの126の中には含まれてないのもあるんですよ。だからそのどのコースに応募したんだかよくわからないお便り、うん、だからもうやっぱはっきりそのモバイルバッテリーが欲しいんだったら A コースで、 T シャツ欲しいんだったら B コースで、両方欲しいんだったら C コースってしっかりこう、まあ、どこでもいいです。メールのその本文の中でもいいし、タイトルのとこでもいいし、 A コース希望とかね、しっかり書いてくれないと、うん、せっかく送ってくれても、その時点でプレゼント、対象にならなくなっちゃうんで気をつけていただけたら、まあ、実際だったらもっと出ると、うん、ありがたいことですね。さあ、なんで、ABC と順番に発表していきましょう。まず A コースのモバイルバッテリーの当選者、神奈川県川崎市のニックネームボンさん、ボンさんおめでとうございます。マリモさんいつも楽しく拝見しております。スロット実践もそうですが、毎回のオープニングとエンディングも面白く拝見してます。最近プレゴ所沢店の高橋さんへの絡みが激しさを増していますがマリモさんタイプ、またお気に入りのパチスロライターさんやキャンペーンガールなどはいらっしゃいますか、ということでございますが、そんな激しいかな。激しい組み合ってんじゃないじゃん携帯とか増してるってこと。多分慣れてるからもうあんまそんな感じないんだよね。私が、そう、多分そんなことないよ。みんなに助けてって感じだよ。嘘だよ。嘘だよ、ないよ。免疫がついたってことそうそうそう、慣れてきたってことよ。横向く、なんでもまた最近あんま向いてねえからさ、なんかこれあんま分かんねえな。分かんない、分かんない。そんなジロジロ見なくていいよ変態もう、僕のタイプ、またお気に入りのパチスロライターだそうですが、僕ですね、あんま僕に興味がなさそうな人がいいんですよね冷たい感じの人冷たい感じ。タレントさんで言うとちょっと年上だと松雪泰子さんとかね。知らない。え、誰マジか衝撃的すぎる。え、誰松雪泰子知らない日本人がある程度の年いった人でいるとはあれ松雪泰子さん、あんただって曲がりなりにもちょっとかぶった業界にいるのによく知らないでいられるよね名前と顔が一致しないのだって、もうちょっと下げると、まあ、柴咲コウ、うん、わかるわかる。で僕が一番好きなのが加藤愛さんです。あー、加藤パン、あれ違うあれ違う、加藤愛、まあ、加藤パンでいいよ。あ、違った、まあ、分かった、海猿、そうそうそう、OK どっかではカトパンって言われてるかもしれないから、カトパンでいいよ。間違えた、違う人言っちゃったまあこんな感じですね、だからまあそう、見た目がキリッとしてて、うんうん、っていうのが好きですね私は、はい、います？タイプの人、タイプどうなんだろう、あんま分かんないかも。はい、じゃあ次行きます、はい続いて B コース熊本県熊本市の
ペンネーム横向きで飛んでほしいな高橋さん。何どういうこと？何どういうこと？五七五で来てますよ。やばいこの肉ね誰？もういやだから横向きで飛んでほしいな、ね、高橋さんよ。やばいですね。それがペンネームですから、ね、本名言いそうになっちゃったけどね。結構レアな多分この名字だから言ったら一発でバレる。あそうなの？言えないけどね。はい、これも高橋さんの絡みだね。高橋さんとの絡み最高です。おスロットの説明は分かりやすく勉強になります。これからもプレゼント応募できるようプラス中止頑張ってくださいということです。やった飛べよじゃあ。飛ぶの分かんないよこれじゃ。いやまあとりあえずやってみようよ。やだ恥ずかしいよ。いやいやいいかいそんなさやってって言われてやるの恥ずかしいんだよ。しょうがないじゃんって言ってんだもん。言ってるって言っても言えないでしょ。まあ別にそんな大したことなんないかもしれない。大したことなんないから分かってるもん。やだ恥ずかしいし。じゃどうする、はい、みたいな。どうする。いやいやそんなことないよ。だいぶ盛り上げるよ。本当に言ったね言ったね。なんか超やりづらい。めっちゃやりづらいだけど。じゃあ分かった。なんか3連勝したらなんとかって言ったじゃん。3連勝したらじゃあ飛ぼよ飛ぼうよ。オッケー。いい？俺も2連勝してっかんね、はい、番長3と今日のトラセブンで次勝ったらあと横向きで飛ぶんだから、はい、やばいね。頑張らなくてもいいよ。横向きで横向きで飛ぶのにふさわしい格好で毎回出てもらえると嬉しいですね。結構今日高めよ。結構高めよ。まあまあまあじゃあそういうことで今日はまあお預けでいいですよ。はい、はいニックメールやばすぎる、ね、これ、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。はい、続いて両方ですねバッテリーと T シャツお両方射止めた方は千葉県市川市のペンネームケイスケさんおめでとうございます。ケイスケさんおめでとうございます。一番やっぱね多かったのがね C コースですね、うん、有効投票数だけで70名70分の1すごいな。あだからスイカぐらいかな。スイカなんでスイカ？スイカを一発で当てたってことよ。なんでスイカなの？はい、マリモさんこんにちは。いつも楽しく番組を拝見させていただいております。さてマリモさんに質問です。私はスロットが好きでよく打ちます。期待値のある台を打つなどの立ち回りももちろん大事だと思っていますが引きの波というのが少なからずあると考えています。私は引きが悪い時ほど立ち回りが雑になってしまってマイナス収支になってしまうことが多いです。マリモさんはそういった考えをお持ちでしょうか。またその引きが悪い時期があったとしてマリモさんはどういった立ち回りをしますか。これね永遠のテーマなんですけどね。引きが悪い時ほど立ち回りが雑になるっていうのは単純に引けないからいろいろ打ってみようってなって雑っていうか多分人間のあるべき姿だと思いますよ。それは誰もでもそうなるからあんま気にしないでいいから。ただねその引きがいい悪いっていうのは結果論だから1日終わった時なんですよ。だってずっとだと例えばさ朝から打ってて8時夜の8時ぐらいまでもう全然ダメで8時1分に何かすごいの引いて全部ひっくり返ることもあるわけじゃないですか。パチンコ待ちするってだからそんな結果論だから結局ねあれですよ野球でいうところのバッターボックスに立ってバット振らないといつまで立ってもヒットホームランは出ない。確かにベンチでずっとこう見てたって、うん自分の結果には何も繋がらないわけです。応援しかできない。めっちゃ分かりやすいでしょ。だから僕はそう思ってるんでダメな時でもとりあえず打ちます、うん、ブンブン振ります。振ってだからなんか弾けるようになってきたなっていう気持ちになったら、まあ、その勝負機種を、まあ、一発でかい機種に切り替えたりとかねはしますけど、まあ、とりあえず何でもいいから当てられるように、まあ、なんかねなんつったらいいんだろうな縮こまんない方がいいよねダメだからっつって、うん、なんか普段ほら花火とかあんまジャグラーとか打たないのに弾けないからっつってさそっちの方ばっか行っちゃったらさなんか違うじゃん。で負けたら余計悔しいじゃん普段打たないやつってさ、うん、なんか当たりそうだからみたいな。それではねあんま僕がおすすめしない負け越しはダメってこと。そう逃げ越しになっちゃダメよって、うん、ということで、まあ、参考になったか分かんないですけどバッテリーと T シャツ差し上げますんで元気になってください。頑張って、はい、大丈夫。大丈夫です。はいということで3名の方当選おめでとうございました。おめでとうございます。さあ、134話
頑張りましたね。楽しめました。まあ、500枚届きませんでしたけど、うん、プラスで、あとはそのこうやったら出るんだよっていうのの、まあ、一部は見せられたかなと思いますので、まあ、また打つ機会があれば今度はまた違った楽しみ方、出し方で、皆さんにお見せできればいいなと思います。で、これでプレーゴー所沢店での実戦が2連勝ですので、はい、ほら今日打った台も3連勝するとすごいバトルに行けるみたいな仕様なんですよ。3連勝したらジャンプできる。ジャンプできるってなんかやだな。やだな。でもジャンプするって約束したんで。もう罰ゲームみたいな。違いますよ。スペシャル特化ゾーンですよ。特化ゾーン。なんで次のここでの実戦はまあいろんな意味で勝負どころですね。はい。純粋に応援しないかもしれないな、うん、君は。ちょっと半分ぐらいになりそう。え、何が？父が？応援が。なんでだよ。痩せてくるってこと？なんで痩せてくるってこと？3キロぐらいだったらビッて。なくなってるかもしれない。そうね。いやいや、もっと膨らましてきてくれ。なんで変態やだ。さあ、というわけで134話これにて終了でございます。次回135話でお会いしましょう。さよなら。バイバーイ。